あ、削って石鹸をきれいにしてるんですね。はい、じゃあすいません、はい、この芽吹きの作業は主に石鹸の在庫作りと、あと発送の作業があります。で、発送の作業は、全国からご注文してくださるお客様がおられるんで、そこに向けて発送をするっていうのと、あと市内の何箇所かの、なんていうか、施設さんっていうのかが注文してくださったりするんで、それを実際にお届けしたりっていう、まあ、その2本立てでやらせていただいています。発送は、まあ、昔から買ってくださってるお客さんにかなり支えてもらっているんですけれども、そういう方がご高齢で亡くなられたりとかして、全体的な売り上げは減ってきています、残念ながら。でそこに送る、石鹸など、在庫作りを片方ではしています。で石鹸を、石鹸工場で作るんですけれども、それをこちらに持ってきて、で石鹸を削って袋に詰める。で、彼女今やってるけどシールを貼る。で、ここにストックしておくっていう、大体大まかにそういう流れになっています。作業は職員の方と一緒にやるんですか、それとも単独の場合もいろいろですね。そうですね、職員とやる場合もありますし、もう慣れてる作業なんかは一人でできる、確認が必要な時もあるんですけども、そういう感じです。はい、ありがとうございます。まず言えるか、まずこの釜の中に、オリーブオイルを今回は240リットル、入れます。それでそのオリーブオイルをこの蒸気で熱しながら、水とカセソーダなんですけど、カセソーダと水を混ぜて、石鹸になるというのは喧嘩っていうんですけど、喧嘩させていくんですね。でこれがちょうど3日目ですね。3日目。オリーブオイルはちょっと反応するのが遅いんで、ちょっと時間がかかるんですよね。それでできた状態が今という状態で、3日目でこれでほぼ完成、完成ですね。完成ですね。あと移すだけ。そうです。冷ますんですか。そうですね、移して冷ますと硬いオリーブ石鹸になって、でそれをみんなで切ると、こういう状態なんですね。これはアラビア語で刻印があるんですけど、こうやってすくうんです。まだこの状態だとドロドロなんですけど、冷やして固まると石鹸になります。これも石鹸です。はい、このサイズのに流し込んで固めて、ここへ入れて平べったいのにすると、ずっとする、平べったいのにするんですね。平べったいのです。ここで今度はその平べったいのをここでこうして、そうです、これでこうやって押すんですね。押して長いのになって、今度向きはこっちなんです。今度向きを変えてここやると四角になって、ちっちゃい四角になる。なるほどね。で簡単に言えばこうなるっていう。そうですね、簡単に言えばそうなる。こうなるね。これ綺麗にしてるっていう意味？重さを均一にする。綺麗にするため。ああ。で、そういうこと。デザイン、ファッション、ビューティー、フラワー。なるほど。こうやって好きな道で黒になる。削った石鹸はどうするの？削った石鹸は粉石鹸にするの？
まあ副産物ね、おまけはね。そうですね。江川さんの得意技がこれ。そうです。なるほど。ウルテクもそうだね。辻田さんもね、やっぱ一緒にいて楽しいですね。あ、なるほど。そうですね、その人との関わりがやっぱ楽しいですね。好きですね、僕もあの物を作るの好きなんで、石鹸作りもまあシンプルなんで好きですね。